ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させるアポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、短期的快楽イコール長期的破綻というテーマでお話ししていきます。まあ、多くの人がですね、思うように大きな成果を出すことができない理由ですね。 成功を収めることができない理由はですね、まず最初に、悪しき習慣を持っているというところが一つの原因なんですね。まあ、この、何をやればね、うまくいくのかっていうのは非常にシンプルで、まあ、目標に向かって努力すればね、少しずつその目標に近づいていくことができるんで、非常にシンプルなわけですよね。で日々勉強したりとか、ね、スキルを磨いたりとか、っていうことをすればいいって分かっているんですけど、それがなかなかできない。こんなにシンプルなことなのにできないのは、悪しき習慣が足を引っ張ってるからです。 だから、まず最初にね、良い習慣を持つということも大事なんですけど、同時に、この悪しき習慣っていうのをどんどん減らしていく必要があるわけですね。で、この悪しき習慣が多ければ多いほど、まあ、人生っていうのはね、まあ、悪い方向に向かっていく。長期的に見ると破綻へと向かっていくというのが今回のテーマのお話です。で、この短期的なものですね、短期的視点で快楽が得られるもの。 悪しき習慣ってのはだいたいそういうものが多いんですね。まあ、本能的にというか無意識的にやってしまうようなこと。そしてそれは短期的快楽を得られるものが多いんですよ。例えばどういうものかっていうと、暴飲暴食とかね、タバコとか、あとはまあ不健康な食事もそうだし、惰性でダラダラしてしまうとか、あるいは先延ばしなんかもそうですよね。これらに共通して言えることはですね、短期的快楽は得られるんですよ。これらをすることによって。 でも、長期的に見たらどうかってことですね。暴飲暴食とか不節生とかすれば、まあ、健康を害するし、まあ、タワークもですね、体悪くしたりとか、最悪の場合ね、ガンとかになったりとかしますよね。で、惰性でだらだら毎日過ごしていたら、それはもう人生どんどんね、えー、悪い方に向かっていくっていうのはわかるでしょうし、先延ばししたところで、結局、その問題自体は解決してないので、後々自分がしんどくなるみたいなね、ことはあるわけですけど、まあ、そういったことをすることによってですね、目先の利益っていうところは得られるわけです。 で、人間も結局動物の一種なんで、動物ってやっぱ本能的に生きてますよね。だからそういう、まあ、苦痛を避けたいとか快楽を得たいみたいな、しかもその、それを短期的に欲しいみたいな、まあそういう欲求があるので、無意識的にそういうね、選択をしてしまうわけですけど、これが実は人生を破綻へと導くと。短期的にはプラスになるけど、長期的に見るとマイナスになるみたいなね感じになるんで、この悪しき習慣っていうのをどん,どんどんどん減らしていく必要があるということですね。 でまあ、基本的に無意識にやってしまってるわけですよ。例えばお腹すいた時にね、夜こうおやつを食べてしまうとかっていうのも、まあ、ね、えー、実際そういうふうに行動してるのは自分ですけど、どうしてもこうね、お腹すいたらもう我慢できなくなって食べちゃうとか、タバコとかも無意識に吸ってしまったりとかね、先延ばしなんていうのもね、えー、ダメだと分かっていながらも先延ばししてしまったりとかね、あると思うんです。やっぱり人間ってこう脳みそってね、楽をするっていう習性があるので、そういう楽なこととかね、 まあ気持ちのいいこととかっていうのにすぐ反応してしまったりするわけですね。でもそこに大きな落とし穴があって、こういうのって日常生活にいっぱい潜んでいるわけです。だからうまくいく人、うまくいかない人の違いっていうのは、まあ能力にね、差があるっても多少ありますけど、それよりも何よりも、いい習慣を持っているのか悪い習慣を持っているのかってところだと思うんですね。個体差はそこまで大きくなくても、やっぱりこの習慣の違いによって、その後の差がどんどん大きくなっていくわけですね。 一年間っていうスパンで見れば大した差じゃないかもしれないけど、10年、20年っていう長いスパンで見るとね、その差はもうとてつもないほど広がっていくわけですね。なので、このね、悪しき習慣っていうのを取り除くために、まあどういうふうにしていけばいいのかっていうことを考えていかないといけない。まあそのためにはやっぱこう短期的快楽で物事を判断しないということですね。短期的快楽を基準に行動してしまうと、大抵の場合、長期的破綻につながっている可能性が高いので、 ここは本当に理性的にね、行動するしかないということですけど、まあそういう無意識にやってしまうこと、まあそういう、まあえー、短期的快楽とかね、っていうものは、どっちかっていうと本能的に行動しているわけですね。サボりたいとかね、楽したいとかっていうのは、本能なわけですよ。でもそこの本能に負けてしまっては、ね、どんどん悪い方向へ向かっていってしまうと。だからそこを理性的に、でもやるんだと。意志の力ですよね。 やるんだっていうところで、そういう風にね、えー、いい方向に導いていくということです。だから、こう、習慣化とか大事ですよってよく言われるんですけど、習慣化をする前に、まずはこの悪い習慣を減らしていく。自分にとって、ね、ふ、え、だ、ー、やっていること、見直して、これって本当にね、人生にとっていい影響を与えるのかなとかっていうところも考えていかないといけないわけですね。それこそ、食生活もそうで、 例えばジャンクフードばっかり食べていると、まあ、健康的にも良くないし、まあ、そういうのってエネルギーを奪ったりとかね、えー、してしまったりとか、まあ、ある意味こう体に悪いものを入れているわけですからメンタルとか、えー、体調もねパフォーマンスが落ちてしまったりって言われているので、まあ、できる限りジャンクフードは避けるとかね、まあ、そういうやっぱりうまくいっている人成功者ほど食べ物にすごく気を使うなんていうふうに言われますけどそういうのってやっぱり意識していないわけですよでもこの怖いのがですねコンパウンドエフェクトっていうやつなんですね コンパウンドエフェクトって要するにまあ、積み上げ効果みたいなものですよ。これはまあ、成功するときもそうだし、うまくいかないときもそうなんですけど、例えばさっきのタバコって言いましたけど、タバコを例えば1回2回吸っただけでは、ほぼ人体に影響はないわけですね。でもそれを100回200回1000回でね、繰り返して吸ってるとどうなるかってことですね。もう体にもう、このタバコのね、悪い害がどんどん広がっていきますよね。でこれがコンパウンドエフェクトです。で逆にいいこともそうで、 ね、一回二回何かいい行動したところで、ほとんど何も結果は変わらないですけど、それを100回、200回とね、繰り返していけば、どんどんね、いい成功につながっていくと。あの一論もね、やっぱり小さなことの積み重ねが大事だっていうふうに言ってましたけど、それはまさにコンパウンドエフェクトなことなわけですよ。ただ、この悪しき習慣っていうものは、一回二回やっただけではね、対してそんなにマイナスにはならないんですけど、それをずっと繰り返すってことが、ものすごく大きなですね、マイナスをもたらしてしまうということなので、 この、まあ、積み上げ効果ですよね。コンパウンドエフェクトっていうものの、まあ、威力の大きさというかね、与える影響の大きさみたいなものをしっかりと理解しておかないといけない。これはまあ、成功するときも同じなんで、とにかくコツ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 やるとことですね。いいことに関しては。だから、こう、岩をね、釘で、トンカチでカンカンやってるような状態ですよ。一回二回トンカチでカンカンやってもね、まあ、ヒも入らないし、当然岩なんか割れないわけですけど、 ずっとこうやってね、トンカチカン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 やってると少しずつひびが入っていって、最終的には割れるみたいな。まあそういうイメージですね。だからそれぐらいやっぱり大きなパワーを持つわけですよ。繰り返し同じことを何度もやるっていうのは。で、それはやっぱりマイナス面にも同じように働くわけだって、タバコっていうものを何回も何回も吸うみたいなね。っていうのはやっぱりそう害も大きいし、あとはもう消費っていうところで考えても、まあタバコだけじゃないですけど、タバコにしても例えばね、1日1箱吸うとかだったら、 ね、年間にした金額どれぐらいね、お金使ってんだろうとか、それが20年、30年ってスパンで考えたら、ね、何百万ってお金をね、消費してしまうことになるわけですよ。それはタバコだけじゃなくて、日々のね、浪費とかっていうところも、ちょっとした1回あたりの消費に関して言えばね、数百円かもしれないけど、それを毎日繰り返していって、10年、20年と継続していったらね、結構な金額になると思うんですね。だからその、それを繰り返してやることがね、どれだけ、 え、マイナスな影響をもたらすのかってことを理解しないといけない。だから習慣ってすごく、まあ怖いものというかね、この習慣を制すれば人生を制することはできると言っても過言ではないぐらい、まあ重要なわけですけど、まずはいい習慣を持つ前に悪い習慣を外していく。そうしないといい習慣を持っても悪い習慣がね、足を引っ張ってしまうようなことになるんで。なので、この無意識的にやってしまうようなね、惰性でやってしまうこととかの中で自分にとって、 人生にとってあまり良い影響を与えないものがあるんであればですね、それをやめるっていうことをまずね、していかないと、なかなか人生っていうのはまあ良くなっていかないということですね。なので、まあ一つの見極め方としてはですね、短期的快楽を得るようなものっていうのは全てではないとは思うんですけど、でもやっぱり長期的な破綻につながっているものが多いと。まあさっきも言いましたけどね、もう一度おさらいすると、例えば暴飲暴食とかタバコとかね、まあ惰性でダラダラするとかね、あと先延ばしとか。 まあ、そういうもの全部そうですね。短期的快楽は確かに得られます。目先の楽をね。えー、目先で楽をすることができるけど、長期的に見るとしんどいみたいな。だから結局、人生あんまり努力してこなかった人っていうのは、年を取ってから後悔するわけですよ。後から頑張っとけばよかったみたいなね。あの時頑張っとけば今楽な生活できたのにみたいなのは、結局短期的な快楽を追い求めた結果、後々しんどくなるみたいなことがね、あったりするわけですね。だから、 そこをね、いかに気づく。まずは気づくことが大事なんですね。気づかないと修正ってできないから。まずは気づいて、そこで、まあその意志の力をね、使いながらも、本能的にじゃなくて、理性的にね、行動できるようになる。まあ、何をするかって言うは簡単なわけですよ。ね、勉強なら勉強で、ね、机に向かって勉強するとか、努力するとか、作業するとかね。ただそれだけ、それを繰り返すだけ。だけど、やっぱそれができない人が圧倒的多数なのは、やっぱり無意識的に日々ね、 惰性で過ごしていて、なんとなくその悪い習慣ってものを繰り返し行ってしまうから。だからどんどん人生がね、う、え、ま、ー、くいかない方へ進んでいってしまうということなので、えー、この自分にとってのね、日々のルーティーンというか、日常、どんなことやってるのか、この日常生活にこそ落とし穴がいっぱいあるので、まあ、そういったものを振り返ってもらって、ちょっと自分にとってね、あまりいい影響を与えてないもの、短期的快楽のためにやってしまっているようなことっていうのを、まあ、少しずつ減らしていくと、まあ、そういう意識を持っていくといいかなと思います。